こんばんは、レトQです。今日のサカツク2000にエルフシュリットカモは12年目の12月からやっていきます。欧州や南米でのカップ戦に勝てるように強化をしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。で20分が経過しています。これは痛い。審判が選手を呼びます。これはカードが出されるでしょう。岡本審判に抗議しています。かなり厳しい状態か。ベルディ裏を突かれた。オーステルカンプ入った。エクセレントゴール。前半28分、オーステルカンプチャンスを逃しませんでした。ボールを横に体を入れる。ゴール。後半29分、見事に追加点を挙げました。中央に走り込む林、キラーパスが出た。これはオフサイドにはならない。決まった。ゴール。後半44分、オーステルカンプ1点追加。ここで主審のホイッスル、試合終了です。エルフシュリットニューイヤーカップ連続優勝です。場内は選手たちとサポーターの歓声の渦に包まれています。 J リーグ今年最後の大会を絶好調のまま締めくくりましたね。13年目、サカツク2000にも続きますね。今年は4社のスポンサーと契約満了。新たに新潟 CG 制作さん、鴨水産さん、中部シネマ制作さんと契約しました。好調なのにスポンサーが少なくて切ない。契約更改も順調だったのですが、森山選手に2000万円アップを提示したら一発で交渉決裂、対談となってしまいました。即戦力日本人フォワード獲得しないと。監督はチェコのペデローニさんと新たに5年契約を結びました。代表監督のオファーが来ましたが即断りました。まだエルカモでやることいっぱいですもんね。2月はマンチェスターキャンプに行きます。地味にキャンプ、留学地も増えていますね。割引もありデータ分析室をレベルアップしました。クランチ選手が留学から帰国、手の選手とローテしながら起用していきます。手塚選手をポルトアレグレに2年送ります。留学枠が少ないので2年は長く感じます。毎年恒例祭りの寄付は3200万円。未所属では書くコメントも良さそうなフォワード倉本選手を獲得に行きます。4000万円提示でも不満あらわな17歳。1億円提示でもまだ合意できず。5年年俸1億3000万円で合意。この待遇なら良い選手のはず。期待して育てます。ウッキウキで飛行船をねだる秘書。
当面の大きな買い物もないし買いましょう。秘書の笑顔がプライスレスですね。マリノスに勝ち点差3をつけて首位。今季は得点も失点も少ないエルカモ。ここからどう攻め上がるんでしょうか。ここはパスを出す、弾いた、エルクシュリット、絶好のチャンス、ビューティフルゴール。前半34分、試合が動きました。先制、エルクシュリット。志村、中央を抜けます、右に出た、スルーパス、ジャンプヘッド、ファインゴール。後半14分、連続ゴールゲット。ここは気をつけたい。高い、決まった、ゴール。後半21分、林、チャンスを確実にものにしました。ここで試合終了。エルクシュリット、ファーストステージ優勝です。こっちの監督、選手をすごくお褒めてますね。選手たちが祝福の紙吹雪の中を走ります。振り返ってみると充実して見どころの多い大会でしたね。ゆっくりながら順調に歩みを進めるエルカモ。世界ランクが20位台でした。しかしまだ欧州や南米のカップ戦での結果がなく、強烈な選手の補強も視野に入れてやっていきます。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。